当に野菜とか新鮮で美味しかったね。ああ、さすがに地のものの料理は違うな。ライ麦を使ったパンもなかなかの美味だった。こんな楽しみがあるなら特別実習も悪くないけど、今頃 B 班のエマたちはどうしてるのかしら。そうだな、こんな風に一緒にテーブルを囲んではいなさそうだけど。そうだね。本当、僕たち7組ってなんで集められたんだろうね。どうもアークスの適性だけが理由じゃない気がするんだけど。うん、それは間違いあるまい。それだけならば今日のような実習内容にはならぬだろうしな。どうやら私たちにいろいろな経験をさせようとしてるみたいだけど、どんな真意があるのかまでは現時点ではまだわからないわね。そうだな。ま、あんまり深く考えずにやってみたら。どうやら何かを見つけようと少し焦ってるみたいだけど、まずは飛び込んでみないと立ち位置も見出せないわよ。士官学院を志望した理由が同じというわけでもないだろうし。士官学院への志望理由、その発想はなかったわね。うん、私の場合は単純だ。目標としている人物に近づくためといったところか。目標としてる人物？それが誰かはこの場では控えておこう。アリサの方はどうだ？そうね、いろいろあるんだけど自立したかったからかな。ちょっと実家とうまくいってないのもあるし。そうなのか。その意味では僕は少数派なのかな。もともと士官学院とは全然違う進路を希望してたんだよね。あら、そうなの？確か音楽系の進路だったか。ほう。まあそこまで本気じゃなかったけど。リーンはどうなの？そういえば今まで聞いたことなかったけど。俺はそうだな、自分を見つけるためかもしれない。え？え？いや、その別に大層な話じゃないんだ。あえて言葉にするならそんな感じというか。いいじゃない、かっこよくて。自分を見つけるか。あなたがそんなロマンチストだったなんてちょっと意外だったわね。変なことを口走ったな。あとは今日一日のレポートがあるのか。このままベッドに倒れ込みたいけど、そういうわけにもいかないわね。リン。ん？どうしたんだ？迷いもあったが、やはり聞いておこう。そなた、どうして本気を出さない？え？
そなたの剣、そして立ち筋、八王一刀流に間違いないな。剣戦、ユン・カーファイが起こした東方剣術の集大成とも言うべき流派。階段に至った者は断りに通ずる達人として剣聖とも呼ばれるという。詳しいんだな。帝国ではほとんど知られていない流派のはずなんだけど。我がアルゼード流は古流ながら他の流派の研究も欠かしておらぬ。それに父に言われていたのだ。そなたが剣の道を志すならば、いずれ八王の者と出会うだろうと。光の剣傷が光栄というか恐れ多いというか。俺はただの書伝止まりさ。確かに一時期ユン老師に指示していたこともある。だが剣の道に限界を感じて老師から修行を打ち切られた身だ。そのだから別に手を抜いてるわけじゃないんだ。八王の名を汚しているのは重々わかっているけど、これが俺の限界だ。誤解させたのならすまない。ラウラ、そなた自身の問題だ。私に謝る必要はない。いい稽古相手が見つかったと思ったのだがな。あ、少し外で素振りをしてくる。悪いが先にアリサたちとレポートをまとめていてくれ。いろいろあるみたいね。何か抱えているような顔はたまにしていたけど。アリサも気づいてたんだ。なんだかんだ言って結構気にしてたみたいだね。それはその、謝るチャンスを伺ってて。別に意識してたとかそういうのじゃないんだからね。でも何かを抱えてるのは誰だって同じなんじゃないかな。君だってそうじゃないの？それは。確かにそうね。おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。
然公園はここを右手だな。ええ、行ってみましょう。なんか小さな石碑があちこちにあるけど。ええ、何なのかしら。多分この地方にあった精霊信仰の名残だろう。敵発見、行くぞ。任せればよい。僕の番だね。
こんなもんね。この好機逃さ、俺の番だな。行くぞ。私の番ね。ざっとこんな。強そうなのがいる。気をつけないと。強敵みたいだ。気をつけて。行くぞ。先に進むとしようか。小川か、少しホッとするわね。この森どこまで続いてるのかな。かなり進んだはずだ。あと一息だろ。さあ始めましょうか。マイル、私の番だ。先に進むとしようか。私の番だな。うん、任せてちょうだい。行くぞ。装置があるわ。ああ、どうやら終点みたいだ。で盗んだものみたいだし、この場合現行犯逮捕が認められる状況なのかしら。それはこちらのセリフだな。アークスの戦術リンクをなんとか使いこなせれば。ええ、この程度の連中なら簡単に。ああ、
行くぞ。敵発見、撃破する。俺の番だな。グフ、私の番だな。さあグフ、さてと、さあグフ、私の番ね。俺の番だな。さあグフ、見たか、八王が一刀。やれやれ、口ほどにもない連中だ。まあサラ教官の武術訓練に比べたらね。それは言えてるかも。勝負はあった。投降して大市の人たちにきちんと謝罪してもらうぞ。そちらの盗難品も全て回収させてもらうわ。それと誰に頼まれたかも話してもらう必要がありそうだな。ん？エリオット、どうしたの？うん、なんだか笛のような音が聞こえたような気が。あ、これって大型の獣か。この自然公園の主といったところか。どうするリン？さすがに彼らを放り出すわけにもいかない。みんな何とか撃退するぞ。承知。あ、分かったわ。女神様、どうかご加護を。強敵ね、気をつけて。俺の番だな。先に進むとしよう。とんでもなかったわね。さすがにもうダメかと思ったよ。だがなんとか撃退できたようだ。リン、今しがた見せたの？なあ、修行の賜物さ。
今まで実戦ではろくに使えなかったんだが、なんとかコツがつかめたみたいだ。そうか。やっぱりリーンはすごいな。いつもここぞという時にやってくれるものね。いや、みんなのおかげさ。今の魔獣にしたって、みんなの力を合わせなければこの勝利、俺たち A 班全員の成果だ。そうね、みんなの成果か。あの野郎。これって面倒な者たちが駆けつけて。鉄道網の中継地点でもあります。そこで起きた事件については我々にも捜査権が発生する。そのことはご存知ですよね。そして元締めの方たちをはじめ関係者の証言から判断するに、こちらの学生さんたちが犯人である可能性はありえません。何か異議はおありでしょうか。ならばあとは我々鉄道憲兵隊にお任せください。盗品の返却も含めて処理させていただきますので。
帝国軍鉄道憲兵隊所属クレア・リーベルト大尉です。トールズ士官学院の方々ですね。少々取りたいので少々お付き合い願えませんか。さすがにそこまでは考えてないけどね。あ、サラ教官。やれやれ、ようやくのお出ましか。サラさん、どうもお久しぶりです。ええ、半年ぶりくらいかしら。それにしてもまさかあんたがここに出張ってくるとはね。ひょっとして全部お見通しだったってことかしら。それは買いかぶりですよ。とある筋からの連絡を受けたのは確かですけれど。ああ、お宅の兄弟筋ね。随分と抜かりなく立ち回ってらっしゃること。あくまで状況に対応するために動いているだけですから。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。特化クラス7組、私も応援させていただきますね。あ、
また寝てる。タヌキ寝入りってわけじゃないでしょうね。ふん、呼吸を見るに本当に寝ているようだが。どうやら B 班の方が散々だったみたいだからな。そちらをフォローしつつ、一日でこっちに戻ってきたら疲れて当然かもしれない。なるほど、お疲れ様だったみたいね。いつもひょうひょうとしてるからそんな風には見えないけど、一応は我らのことを気にかけてくれているようだな。初めての特別実習、何を目的としているのかなんとなく分かってきた気がする。そうね、やっぱりアークスのテストはあくまで目的の一つ。私たちにいろいろな経験を積ませるのが目的なんでしょうね。うん、知識でしか知らなかった帝国各地や住んでいる人たち、それに今回みたいな問題について体験させるつもりじゃないかな。うん、その上で主体的に突発的な状況に対処する、そういった心構えが求められていたような気がする。ああ、そして状況を解決できる、そういったものを養わせようとしているのかもしれない。半分くらいは当たりね。サラ教官、先ほどは完全に寝ている呼吸だったが。寝起きのスイッチは切り替えがいい方なのよね。君たちの指摘通り、現地の生の情報を知っておくことは軍の士官にとっても非常に有益よ。そしていざ問題が起こった時に命令がなくても動ける判断力と決断力、そうしたものを養わせるために特別実習は計画されているわ。やっぱりそうなんですか。士官学校にしては画期的なカリキュラムというか。それで半分ということは残りはどういう狙いなのか。あら、どうしたの。いえ、そういった理念や実習内容を改めて考えると、それってなんだか遊撃士に似ていませんか。民間人の保護を第一とする大陸各地に支部を持つ団体、支えるコテの紋章を掲げる民間の使い手たちか。最近じゃあまり見かけなくなってるけど。確かにそんな感じだったかも。バレたか。スピー、どこまで本気なのかしら。
騎士か。何か関係はありそうだけど。まあいずれそのあたりも明かされる可能性は高そうだ。我らは我らで次の実習に備えておけばいい。そうだな。あら、まだ何か気になることでもあるの？いや、そうじゃない。入学して7組に入って一月が経って、考えればみんなにはずっと不義理をしていたと思ってさ。不義理？八葉一刀流のことではないようだな。まあそれとは別に一つ黙っていたことがあるんだ。俺の身分についてだ。え、もしかしてあなたの家って？ああ、マキアスの問いにははぐらかす形で答えたけど、俺の身分は一応貴族になる。あ、帝国北部の山岳地ユミル、そこを治めているシュバルサー男爵家が俺の実家になる。ユミルの？そうだったの。シュバルサー、そうか、聞いたことがある。男爵いながら皇帝家にゆかりのある誇り高き名家だと。まさかリーンまで貴族の若様だったなんて。見ての通りそんな玉じゃないさ。父も母も気さくで、堅苦しさからは縁遠いし、それに養子だから貴族の血は引いていないんだ。え、あなたもいろいろ事情があるみたいね。そんな大層な事情じゃないけど、それでもみんなには黙っていられなくなったんだ。共に今回の試練をくぐり抜けた仲間として、これからも同じ時を過ごす7組のメンバーとして。リーン、同じ時を過ごす仲間か。まったく気真面目すぎる性格ね。その話帰ったら他の人にもちゃんと伝えなさいよ。ああ、そのつもりさ。今後の計画の障害となり得る鉄道憲兵隊と情報局、その連携パターンが見えただけでも大きな成果と言えるだろう。確かに。それではこのまま計画を進めるとしようか。
ああ。すべてはあの男に無慈悲なる鉄槌を下すために。すべてはあの男の野望を完膚なきまで打ち砕かんために。したわね。ご褒美をあげなきゃね。明日も期待してるわよ。なかなか悪くないわ。特別実習を終えた俺たちは再び忙しい学院生活に追われていた。武術訓練に加え高等教育の一般授業も本格化する中、士官学院ならではの専門的な授業も始まっていた。50年前の動力革命以降、戦場の常識は根本から変わっていった。変化をもたらした代表的なものは4つある。まずは動力銃、動力砲に代表される動力兵器の発明だ。それ以前も火薬式のものはあったが、生産性、命中精度、整備性の面で動力式のものに取って代わられた。2つ目、それと関連する軍の機構化だ。戦車や装甲車に代表される動力車両で構成された機構師だ。高い機動力、攻撃力、防御力と三拍子揃ったこの戦術単位は。3つ目は飛行船。飛翔機関による重力制御によって空を駆ける艦艇の発明だ。それは空中をも視野に入れた立体的な戦術、戦略を可能にした。そして4つ目、動力技術の進歩によって戦場に大きな革新をもたらした新たな分野が存在する。ニーン・シュバルツァ、それが何であるか分かるか？
感じが悪いわね。まあ我らのことが気になって仕方ないのだろう。ピーちゃん、泡立てはそのくらいでいいですよ。最初はどういうものかまるで見当もつかなかったが、エレボニアでも最先端の技術みたいだからね。でもマキアスとユーシスはすぐに操作を覚えたみたいだね。ユーシスは興味がなくても軽々とこなしちゃう感じだよね。そういうところがマキアスにはまた面白くないんだろうけど。ああ、危うく殴り合いになるところだった。なんとか止めたが、サラ教官が来なかったら危なかっただろう。はあ、どうしたもんだろうね。リン・シュワルツァえ、一組の。ああ、その通りだが、僕のフルネームはパトリック・ティ・ハイアームズ。そういえばさすがに分かってくれるかな。有名な家柄なのか。有名も有名、ハイアームズ公爵家といえば四大名門の一つ。まあユーシスの実家よりは格はちょっと落ちるんだけど。ああ、いえ、何でもありません。平民や外国人に用はない。シュワルツァ、喜びたまえ。僕の紹介で学生会館の3階に招待してあげようじゃないか。学生会館の3階、貴族生徒専用のサロンがあるっていう。たかが男爵とはいえ貴族は貴族。7組などといううろんなクラスに所属してしまっている君だが、ハイアームズ家の人間たるこの僕が口を聞いてやったら、サロンの使用許可も下りるだろう。感謝したまえよ。やれやれ、こんな場所で勧誘とは。アルバレア、ハイアームズ家の三男殿は派閥ごっこがお好きらしい。そういう話はまず最初に俺に声をかけるのが筋じゃないのか。君は好きでサロンに来ないだけだろう。あれほど2年の先輩たちが熱心に誘っているにもかかわらず。興味がないからな。もういい。シュバルツァ、とにかく考えておきたまえ。誰につくの、君の将来にとってプラスになるのかを。ずいぶん賑やかな男だったな。お前を助けたわけじゃない。ただ先月の実習では手間をかけたみたいだからな。それだけだ。先月の実習ってもしかして。なるほど、実家の不始末のようなものか。お前たちに改めて詫びたかったのかもしれないな。へえ、首相なところもちょっとはあるんだね。
起立。ねえ。僕が放課後をどう過ごそうが、君に何の関係がある？別に。あっさりと騙された僕が間抜けだっただけさ。少なくとも高貴な血は流れていない。そういう意味ではみんなと同じと言えるかな。言い訳は結構だ。この際、君が貴族であるかどうかは、だが嘘をつく人間を信用することはできない。ただそれだけのことだ。あっ、ごめんなさい。いや、気にしないでくれ。お邪魔しちゃいました。その机に参考書を忘れてしまったんです。ありました。ええ、これです。フィーちゃんに数学を教えてあげる約束をしていて、町の本屋さんでいい参考書を見つけたので買っていたんです。いけない、フィーちゃんを待たせてるんでした。リンさん、私はこれで。マキアスさん、リンさんのことを嫌っているわけではないと思います。きっかけさえあれば、リンさんの思いを素直に伝えれば、ちゃんとは。
よ、後輩くん。別に騙し取るつもりじゃなかったんだがな。そうそう、あれどうやったか分かったか。別に50ミラくらいすぐ返してもいいんだが、それを答えてからの方が納得できるんじゃねえか。時間がかかったのはご愛嬌ってところか。あ、正解だ。約束通り50ミラはきっちり返してやるよ。悪い、10ミラしか入ってねえわ。お、そうか。だったらありがたく。こらこら、いたいけな後輩に厚かましくたかろうとするんじゃない。おーっと、現れやがったな。トアとジョルジュから君のことはいろいろと聞いているよ。先月の特別実習でも見事活躍したそうじゃないか。ああ。アンゼリカ。アンゼリカ・ログナーだ。よろしく頼むよ、リンク。さすがに知っていたかい。その当主である公爵の不肖の娘といったところかな。まあこんな格好で好き勝手させてもらっているからとっくに感動されていそうだけど。お前の場合格好というより風紀上の問題な気もするんだが。しかしゼリカ、こんな時間から遠乗りかよ。ああ、動力エンジンの強化がやっと終わってくれたからね。デートあたりまでひとっ走りしてくるから。やれやれ、相変わらず勝手気ままに生きてやがんな。君にだけは言われたくないけどね。度肝を抜かれたみたいだ。今のは動力バイクってジョルジュが組み上げたものだ。なかなかロックだろ。なあ、
ルーレ工科大学で試作されていたものをジョルジュが完成させてな。パーツの資金はデリカが提供して、俺とトワも製作を手伝ったんだぜ。全員クラスは違うが、1年の時からの腐れ縁でな。と、そういや言い忘れてたか。2年5組所属、クローアームブラストだ。よろしくな、リーン後輩。そんじゃ、お先に。
さて、探索を始めるとしよう。風上の俺の番だ。行くぞ。はい。任せてくれ。ここだ。俺の番だ。戦闘終了。先に進もう。風上の行くぞ。待たせるがよい。俺の番だ。ここだ。風の赴くままに。大丈夫だ。相手にとって不足はない。
行くぞ。任せてくれ。ここだ。私の番ね。精進するがよい。
リンさん。お帰りなさい。ええ、部活の用事も夕方には終わりましたし、それよりもアリサさんから聞きました。また旧校舎の地下を調べに行ったとか。そうですか。次はぜひ私も誘ってください。7組への依頼みたいですし、お手伝いさせてほしいんです。リーちゃんなら多分大丈夫だと思います。ユーシスさんとマキアスさんもきっかけさえあればきっと。あら、リンさん、右手どうなさったんですか？救急箱を持ってくるのですぐに手当てしちゃいますね。いえ、その何度か見かけたことがあって。それじゃすぐに持ってきますね。お前を助けたわけじゃない。ただ先月の実習では手間をかけたみたいだからな。この際君が、だが、
風よ、俺たちに加護。マイル。はっ。行くぞ。ここだ。私の番ね。任せるがよい。はっ。見ないで。みんな大丈夫？以上。続けて今週末に行う特別実習の発表をするわよ。さ、受け取ってちょうだい。こちらもよく聞く地名だな。バリアハートは東部にあるクロイツェン州の州都だね。セントアークは南部にあるサザーラント州の州都に。そういう意味では双方で釣り合いは取れているはずだが。はい、ですがそれ以前の問題かも。冗談じゃない。サラ教官、いい加減にしてください。何か僕たちに恨みでもあるんですか？茶番だな。こんな半分けは認めない。再検討をしてもらおうか。私的にはこれがベストなんだけどな。特に君は故郷ってことで A 班からは外せないのよね。だったら僕を外せばいいでしょう。セントアークも気は進まないが、誰かさんの故郷よりはるかにマシだ。翡翠のコート、貴族主義に凝り固まった連中の巣窟っていう話じゃないですか。確かにそう言えるかもね。だからこそ君も A 班に入れてるんじゃない。ま、私は軍人じゃないし命令が絶対だなんて言わない。ただ7組の担任として君たちを適切に導く使命がある。それに意義があるならいいわ。2人がかりでもいいから力ずくで言うことを聞かせてみる？面白い。
やめようよ。そこまで言われたら男の子なら引き下がれないか。そういうのは嫌いじゃないわ。リン、ついでに君も入りなさい。まとめて相手をしてあげるわ。とんでもないわね。あれでも一応手加減したみたいだな。うん、どんな流派か皆目見当もつかないが。でもこれで決まりかな。ふふん、私の勝ちね。それじゃ、A 班 B 班ともに週末は頑張ってきなさい。お土産期待してるから。わわ、大変だったね。
よう。二人とも早いんだな。言っておくが、君のことだって仲間と認めたわけじゃない。同じ班になったからといって慣れ慣れしくしないでもらえるか。マキアス副委員長殿は随分粘着質なことだ。なんだと。おはようございます。委員長、みんな揃ったみたいですね。早速出発しましょうか。そうだな。まだ列車の時間はあるけど。別に構わんぞ。僕も依存はない。それじゃあ、レッツゴー。
その必要はない。親愛なる弟よ。3ヶ月ぶりくらいかな。いささか早すぎる再会だが、よく戻ってきたと言っておこう。はい、兄上も総研総で何よりです。そしてそちらが7組の諸君というわけか。自分たちのクラスのこともご存知でしたか？ああ、弟からの手紙に書いてあったからね。ルーファス・アルバレア、ユーシスの兄にあたる。まあ、恥ずかしがり屋の弟のことだ。私という兄がいることなど諸君には伝えていないだろうがね。あ、兄上、さて立ち話もなんだ。このまま諸君の宿泊場所まで案内させてもらおうか。兄上、まさか外に車を止めてある。改めてようこそ翡翠のコートバリアハートへ。歓迎させてもらうよ、士官学院7組の諸君。実習の課題を。ああ、父の代理として私の方で一通り取り揃えた。まずは受け取りたまえ。確かに。しかしこれも女神の巡り合わせというものか。シュバルツァー教のご子息が私の弟の旧友となるとな。父をご存知なのですか？ユミルの領主テオシュバルツァー男爵。その昔帝都近郊で開かれた鷹狩りでご一緒させてもらった。その折に狩りの作法や心構えを一通り教わってね。もう10年前になるか。今も総研でいらっしゃるのか？はい、相変わらずの仮道楽ですがそれは頂上。そしてそちらはレーグニッツ知事のご子息だな。ええ、ご存知でしたか？最近帝都の公式行事などで何度か顔を合わせていてね。立場の違いはあるが、いろいろと助言をしてもらっている。
これも何かの縁だろう。今後とも弟をよろしく頼むよ。その前向きに検討させていただきます結構そちらの可憐な諸君もよしなに。さぞ弟の学院生活に潤いを与えてくれているのだろうな。恐縮です。それほどでも。兄上、俺のことはいいでしょう。それよりも、まさか宿泊場所というのは。愚問だな。我らの実家たる公爵家上官に決まっているだろう。それはと言いたいところだが、好きにせよとの父上の言葉だ。町のホテルに部屋を用意させた。その方が実習とやらに心置きなく集中できるだろう。ねえ、正直助かります。さて、短い間だったが、楽しい時間もそろそろ終わりだ。諸君の宿が見えてきたぞ。